水木様、お茶をおしばきに遊ばされていただけない？よくてよ。ウィ、水木を誘うからには最高級のお茶なんでしょうから。メルシー。よく聞く音楽について伺おうかしら。ねえ、水木様ってどんな音楽聞くの？気になりますわね。屋敷のサロンではいつも弦楽四重奏が流れてるの、うん、生で。生で？いつも24時間？雇用形態が気になりますわ。てか夜中とかクソうるさくありませんこと？へへ、すごいね。軽く流さないでちょうだい。一流の人間は一流の音楽しか聴いちゃいけないんだって、おじいさまが。出た、偏見じじ。あ、失礼しました。偏見おじいさま出た。偏見おばあさまに続き。でも本当はね、水木、皆さんが聴いてる音楽も知りたいの。俺俺俺俺、あー、真夏のジャンボリー。じゃあ、クオさん、機会があったらこっそり教えてね、あなたが聴いている三流の音楽。言い方、水木様、言い方。あ、でもやっぱり水木様はそうなのね。三流の生活に憧れというか興味がおありなのね。かわいそうな気もするけど、なんだか複雑。今度一緒に睡蓮花聞きましょうね。睡蓮花が三流と言ってるわけじゃなくてよ。一応フォローしておきますけど、水木様がそうおっしゃってるだけでね。トゥルン。今年の文化祭の出し物ですが、お、我が美術部はデッサン展示を行います。出たー、美術部あるあるすぎる。おい、まばらすぎる、拍手やめろ。もしくはタップダンス。タップ踏むな。おい、ジャクオー君、2週間後の文化祭までにいい作品ができるといいね。プラスプランスも展示はするのかな。よし、頑張るぞ。あ、でもプランスは少年天才芸術だから、やっぱり学校とかでは展示はしないのかな。どうなんだろう。え、誰？アロー。お、思った通りお暇のようね。水木様、アロー。え、どうなされたの？水木様、突然と、いや、もう着信音怖すぎ。今作の今日はお天気もいいし、水木のお買い物のお供がしたいんじゃないかと思って。よくてよ。え、いいの？じゃあ一緒に、いや、行かせて行かせて。じゃあショッピングモールの入り口で待っててあげるわ。ありがた。じゃあ向かわせていただくわね。うん、わかった。あの、オギャリソンも引き連れて来られるの？あ、言っておきますけど、水木は遅刻が大嫌いですからね。あ、じゃあね。あー、ビエント。もちろんもちろん。でも確かにランコ遅刻魔だからな。ギャリソン、おお、これも包んでもらって。え、水木様、私服かわいすぎ。え、やだ、水木様、何それも、パーリーのオートクチュールなの？え、すっごいかわいい。ちょっとランコの横立たないでくださらない？貧相に見えてしまう。かしこまりました。おギャリソン、いらしてたのね。あの、うちにもカーソルミニおギャリソンがいるわよ。ほら、ご覧になって。可愛いでしょ、カーソルオギャリソン。ね、水木様、まだ続けるの、お買い物。なん、言い方にバラのトゲがあってよ。もちろん、欲しいと思ったもの全部買うまで帰らないから。おマイケルジャクソンだわ。おマイケルジャクソンみたいな買い方してるわ。そそう、さすが水木様ね。お待たせいたしました、お嬢様。あ、オギャリソン、じゃあ次行くわよ。二人ともついてらっしゃい。ウィ。あ、でもとは言いつつ、買い物するのはこのイオンみたいなモールなのね。そこはちょっと庶民的なのね。いつもこうなんですか、水木様。そうなんじゃない？はあ、さようでございますが、今日は一段とお元気です。あ、そうなんだ。お元気なんだ、水木様。何かいいことでも？いや、それはやっぱりランコが来てるからでは。お分かりになりがたいかもしれませんが、あなた様とご一緒の水木様はいつもご機嫌なのでございます。やだ、水木様、お可愛くてよ。そうなんですか。
そんなお片鱗はしてたけどもね。本当は素直で心根のお優しい方なのでございます。本当は？あ、じゃあ普段の態度は？水木様はご幼少の頃よりパリーとこちらを行き来する生活が長うございました。おギャリソンもパリーっていうのね。その上あのように激しいご気性、どうやってお友達を作ってよいのかわからないのでございましょう。あ、だからランコといるときウキウキなのね。何かとご迷惑もおかけするかもしれませんが。いえいえ、どうかこれからも仲良くして差し上げてください。いや、水木様が仲良くしてくださっているだけですわ。はい、その3点リーダーは何？意味深な。何してるの2人とも。水木は待たされるのが大嫌いですからね。エクスキューズモア。オギャリソンとトークしてましたわ。はいはい、ただいま。あー、オギャリソンは水木様はそうだったのか。水木様のこと心配してるんだね。あ、すごい、一日これ差し上げるわ、ジャック王さん。あ、いいの？な、なに？え、これさっきポレミニョンって言って買ったやつだよ。あ、さっき買ったやつ。いやいや、プレゼントではなくって。そうだけど、やっぱりなんだか水木には子供っぽいからいらないの。水木様、いや、そう言ってランコのために買ってくれたのでは。高級リップミラー受け取っておきなさい。お嬢様のお気持ちでございますから。うん、お気持ち。てか水木様がランコにあげるために買ったやつでしょ、多分。ありがとう水木様、お気を使っていただいて。高級リップミラー、なんだかとても綺麗。あ、オパラメーターが上がってるみたいだ。はぁ、今日は楽しかったわね。何よりですわね、水木様。うん、私も、いや、ファビュラスな休日が過ごせた。どういたしまして。ギャリソン、帰るわ。リモを回して。出た、リモ回し出た。水木様の。かしこまりました。え、これはランコも乗せていただけるのかしら。アビアント。あー、乗せていただけなかったわ、アビアント。じゃあね、水木様。ギャリソンさん、いや、そこは伊藤さんって呼びなさい。ギャリソンは役職名でしょ。失礼いたします。まあ、俺もオギャリソンって呼んでんだけどさ。ランコ置いてかれちゃったよ。リモには乗せてくれないんだ。てるん。あ、文化祭。今日は文化祭。私たち美術部はデッサン展示。デッサン展示か。急いで準備をしなくちゃ。まあ、文化祭コマンドめっちゃやってたから、多分失敗とかはない。全然お客さんが来ない。デッサン展示じゃ地味なのかな。ああ、そうなんだ。あの、プランスが所属してるとかやっぱ知られてないのかな。人来ないんだ。いや、姉ちゃん。あ、おつくし。来た。あ、つくし。ああ、これやっぱり、つくしって。見に来てやったぜ。あの、仲いい人がいない時に来てくれるやつなのかな。ありがとう。でもつくしにはまだ難しい。一周目もつくしが来たもんな、吹奏楽の時。任せたけって。あ、これ姉ちゃんの絵だろ。あ、どれ。え、その石膏デッサン。そうだよ、よくわかったわね。どれだ、ランコのデッサン。へえ、結構上手じゃん。ちゃんとリンゴに見えるし。あ、リンゴなんだ。リンゴのデッサンか。じゃあ違う。なんかトゲのある言い方ね。いや、ランコもたまにするだろ、トゲのある。でも我ながらうまく描けたし、頑張った甲斐はあったかな。ああ、そうなんだ。あ、これは一応じゃあ成功ってことはいいのか、文化祭。ジャクロー君。あ、プランス。お疲れ様。なかなか好評だったね。あ、そうなの。あ、好評だったんだ、よかった。君の作品もとても良かったよ。ああ、プランスに褒めてもらえるなんて、ありがとう、ありがとう。うん、頑張った甲斐があったな。てか、プランスはやっぱり展示はしなかったのかい？来年はもっと話題になるといいね。うん。油彩を展示してみるといいんじゃないかと思うよ。油彩か。ああ、まあ確かに、デッサンよりは目引くかもね。ああ、文化祭終わった。
あ、じゃあ来年はランコをデッサンじゃなくて油彩をやるのか。え、すげえな油彩、楽しみ。ボンジュー。あ、ボンジュー。あ、水木様どうしたの。あ、水木様よくお出現なされるわ。ジャクオさん、ジャクオ、今度の日曜日もお暇でしょ。遊園地にいらっしゃい。出たわ遊園地。あ、行かれるのね水木様も。遊園地どうして。いや、それは遊びに誘われているんでしょ。呆れた、男の子たちとランデブーに決まってるじゃない。ランデブー、そうよね、トゥーギャザーいたしましょう。うん、行く。いやいやいや、行きますわ行きますわ。じゃあ遅れないでね。水木は遅刻が大嫌いですからね。これでもさ、男子がプランスと一体誰が、葉月様しかいないから、もうその二人では。いや、もしくは理事長が来るという可能性もありますけれど。でもさすがにそれは面白すぎるからないでしょうね。あ、いたいた、いらっしゃったわ水木様。ジャクオさん、もう遅い、遅れないでって言ったのに。ちょっと待って、水木様の私服マジで全部可愛い。何、首に上げる前のメンチカツついてるの以外は全部すごい可愛くてよ。いや、でもそのメンチカツも可愛いわ。何それ。いや、君だね、ジャクオ君。君だったんだね、プランス。また中世貴族の格好で。あ、プランス。まあ、プランスは来るよね。みんな、今日はよろしくね。楽しいひとときを過ごせるといいね、僕と。楽しいひとときになるよう頑張るよ、僕が。ジャクオ、葉月様、やっぱりまあそうだよね。シュッとした格好して葉月様。さすがに理事長は来ないわな。ちょっと期待したけどね、1ミリぐらい期待したけどね。あ、葉月くん来てたんだ、来てたんだって。バラのトゲのある言い方。ああ、なんとなく暇だったから。水木様が誘ったのかな。全員揃ったわね。ウィ、皆さん行きましょう。入場する。あ、氷室先生だ。氷室先生もいらっしゃる。エビアン、エビアン、何にしようかしら。ミネラルウォーターかと思います。あー、じゃあどうしようかな。ちょっと水木様とご一緒したいわね。水木様ご一緒に観覧車などお乗りにならない。それでいいわ。ウィ、参りましょう。いや、こんなジャクオさん、はい、分かってるでしょうけど、え、観覧車誰と乗るつもり。あ、それはもちろん水木様と。だって水木様はランコと一緒に遊んでる時が一番楽しいんですものね。一緒に乗りましょう。水木と二人で。ウィ、もう何なのよ。いや、嫌がらないでくださる。乗りましょう乗りましょう。さあ行きましょう。いや、ウキウキ。ウキウキでいらっしゃるじゃない。あ、乗ってる。あ、いいわね水木様、見て、オマ運転よ、オマ運転が一望できるわ。人がゴミのようだわね。次はどれにしようかしら。水木様はどれに乗りたいの。オジェットコースターなんていかが。水木様、ウィサバウィサバ、いい、行きましょう行きましょう行きましょう。三流の人々の遊びをしましょう。ジェットコースター誰と一緒に乗るつもり。いや、それはもちろん水木様と。ランデブいたしましょうよ。水木と乗りたいの。ウィー、構わないけど。ちょっとずつほだされてきていますわ水木様。さあ行きましょう。いや、ちょっとこれメンズ連れてくる必要ありました。そういう状況になってしまっているわね。フランスと葉月様、どんな雰囲気なのかしら。どんな会話をするのか想像がつきませんわ。二人揃って仲いいわね。仲が良くてよ、何よりだわ。じゃあ最後はあれね。最後は
メリーゴーラウンドで締めといきましょうか。誰と一緒に乗るつもり？分かってるでしょうね。いやーじゃあちょっと最後だけはちょっとわがまま言わせてもらおうかしら。プランスと、いやまあでも水木様がプランスと一緒に乗りたいのは分かっているんだけれども、いやでもプランスとメリーゴーランド乗りたいな。エクスキューズモア、どうしても？ウィ、じゃあいい、水木葉月くんと。あー、水木様譲ってくださるのね、そこは。メルシー。白馬に乗った僕を見たかったんだね。おいで一緒に乗ろう。いやそれはもう白馬もプランスに乗られたがっているよ。見てごらん、あの眼差し。白馬に乗りたまえよ。どうしてなんで白馬に乗らないんだ今の流れで。白馬もびっくりしているよ。ギャリソンが迎えに来る頃に。あ、おギャリソン、そろそろ帰りましょう。いや水木様ごめん、遊ばせね、本当に。プランスと回りたかったんだろうけど。みんな忘れられない思い出ができたね。僕も実に愉快な一日だったよ。ありがとうプランス、また一緒に遊ぼうね。それじゃ僕はここで。アビアント。お前ってよく笑うんだな。え、ドキー、そんな見てくれてたの葉月様。今日の発見、じゃあ俺はここで。葉月様、ランコのことずっと見てたってこと？ジャクオさん楽しかったわね。水木様、楽しんでくださったならよかったわ、本当に。うん、誘ってくれてありがとう。いや水木様、本当初めての体験だったの。どういたしまして。じゃあ水木帰るから。うん、ギャリソン、アビエント、ここにおります。お嬢様、しっかりおギャリソンパートもあった。リモン回してちょうだい。リモン、いやてかプランスとか葉月様も乗せて帰った。かしこまりました。クソ長リモなんでしょ。じゃあオルボア。オルボア絶対乗せて帰ってくれないの。まあこんなものかな。出た謎の上から目線、ランコの帰り際の。やめなさいそれ。わあ、ゼロ。語学ゼロ点ランコ。逆に取るのむずいだろ。あ、でも芸術とか100点なんだね。うわあ、あドン引きしてる。あ、ドン引きパターンあるんだやっぱ。葉月様どうしちゃったの。え、ああ、葉月様の例で、いやそれどころじゃないだろ。何がだ。人の心配してる場合かも。寝てた。寝てたんだよね理事長。おや、ジャクロー君今帰りかな。いや、いろいろ言ってるけどやっぱ無視はできないよね、理事長のこと。気になるよね。一緒に帰りませんか。構わないよ。構わねえ。ジャクロー君車で来ているから家まで送ろう。リモ回してる。ランコにとってのギャリソンが理事長みたいになってんだけど。ギャリソン天の橋だよ。そういえばもうすぐ冬休みですね。何か予定があるんですか。あ、いやクリスマスパーティーじゃないの理事長は。普通に喋ってるし。冬休みは入試シーズンだからね。毎年てんてこまいだよ。あ、毎年。しかしそういえば毎年って言わないですか普通。毎年決まってこの時期になると花椿が風をこじらせるな。あ、まあやつのは年中行事だが。いやそれは絶対あの服装のせいでしょ、花椿先生の。君も風には注意しなさい。あ、はい、ありがとうございます。いやまあいい人なんだろうけどな理事長。いい人なんだろうけど、お前最初のムーブがやばすぎてな。どうしてもやばい人に見えちゃうよな。ドレス、晴れ着。ドレスこれか。晴れ着。晴れ着まだ、買えないよな。194か。じゃあ、とりあえずこの。韓国ドラマの悪役の女社長が来てそうな。これでいくか。10リッチで。プランスは何が
まあでもガラスの一輪挿しやっぱこん中で一番美と言ったらこれな気がするけどな。これでいくか。ガラスの一輪挿し氷室先生にもあげたやつだけどね。はい、じゃあ、あ、エレガントなんだこれ。あ、そうなんだ。まあ確かエレガントっちゃエレガントだけど、だいぶマダム寄りのエレガントじゃないこれ。あ、理事長が出てきた。あ、理事長来た。紳士淑女の皆さん、今年は1年目から、本日はようこそこの天の橋邸。1年目から理事長の立ち絵が見られる。どうか皆さん今夜はゆったりとおくつろぎください。はい、てか毎年ここで見てたんだったらさ、心ゆくまで楽しみましょう。気づけよらん。このクリスマスイーブを、はい、メリークリスマス。メリークリスマス。ここの声の圧やばいよな。ジャクオ、わあ、ジュアヨヌエ、ジュア、楽しんでるかしら。え、ちょっと待って、水木さんマジかわいすぎ。ちょっと体くださいな。あなたの体くださいな。めっちゃかわいい。ランコと交換しない。あ、水木様メリークリスマス。なんか首についてるハートの、それ何？プレミニャン、その衣装かわいいわね。いやいや、水木の次ぐらいに。いや、水木の次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 ぐらいじゃない。いや、水木さん本当お召し物のセンスがいいわ。ありがとう、さすがよ。水木様に褒められちゃった。こんのちゃんも可愛かったけど、水木さんすげえな、ぶっちぎりだな。あ、プレゼント。フランス来てくんなかった。いや、まあ今年はフランスにあげようと思って購入したので。おお、ほほ、プランスのプレゼントなんだ。写真集四季、美の冒険者。写真集、え、これはプランス本人が写ってるの？作品集ではないよね。四季ってもしかして、あ、サイン入りだ。あ、サイン入りすげえ。めちゃくちゃ価値あるじゃん、本人の。メリークリスマス。もうメリークリスマス。プランスな、赤っ。で、そのポーズ何？美しい君だね、プランス。いたんだね。いや、ジャクオー君、そこにいたね。そこにいたよ、ずっとここにいたよ。おや、それは僕が出したプレゼントだ。あ、やっぱりね、サイン入りだものね。だって、え、そしてあれ、プランスが持ってるの私が出したやつみたい。ランコが選んだプレゼントはどう？不思議だ、君には僕の心が読めるの。え、心が読める、どういうこと？ありがとう、前からこれが欲しかったんだ、大切にするよ。ああ、よかった。あ、ガラスの一輪挿し、やっぱり好きだった、プランス。やった、バッチリ喜んでもらえた、よかった。やっぱプランスの好み分かりやすいな。あ、終わった。いや、マジ登場人物少ないからめっちゃあっさりだな。さて、うん、誕生日誰から。マジかよ。まあでもそうだよな、誰とも仲良くなってないしな。まあでも1年目はね、姉ちゃん姉ちゃん、ちょっと我慢の時期だから。自分の誕生日だってのてるん、年が明けたぞ。さあ、今日から新しい1年の始まり。年賀状はどうかな。姉ちゃん姉ちゃん、今年こそはさ、入ってもいいか？今年こそってか今回こそは年賀状、あの水木様の3枚目欲しいな。なあなあ、前の週は水木様来たー。よしよし、まず1枚。あと2枚。おお、プランス。まあこれは前回でも終わった。おい、理事長送ってきて、てか氷室先生も送ってきてない。え、あ、電話なかった、今年。あ、なるほど、電話なかった、自分で誘うんだ。あ、そういうことか。あ、いや、じゃあプランス、プランス、プランスと初詣に。あ、先生はかけれないんだね、自分から。よ、じゃあプランスで。
うわー、プランスどうかな。あれ、ハッピーニューイヤー。あ、めでてー、新年早々。あ、プランス、いや、ハッピーニューイヤー返せよ、ランコ。ジャクロー君、君だね。今年の僕のハッピーニューイヤーを手に入れた幸運な人は。あ、毎年言ってるんだそれ、誰かに。やった、うん、ありがとう。うんじゃねえ。よかったらこれから一緒に初詣に行かない？適当な返事やめろ。もっと芯を食え、会話の。いいよ、言ってあげる。ハッピーニューイヤー、いいんですか？じゃあ待ち合わせは。やった、 OK もらえた。僕が家まで迎えに行ってあげよう。そんな、どう？お正月から幸運のラッシュだよ。いや、もう一年の運気を吸わないでくれよ、今ここで。いや、無視するな、おい。プランスがどうって言ってるだろ。たまに冷たいよな、プランス。あ、服がこれしかない。デニムワンピしか持ってね。あー、いや、まだ、まあまあまあいいか。でも正月は服装について触れられないもんね。まあ気合でカバー、ランコ頑張れ。あ、プランス、明けましておめでとう。その服好きだね、プランス。どういたしまして。どういたしまして、明けましておめでとう。どういたしまして。それじゃあ行こうか。うん、プランスが年を明けてくれたのかい。そういうことなのか。すごい人混みだね。そうだね。どういたしましてが未だに引っかかっているけど、もう正月だもんね。プランス初めて来るの？僕は帰りたくなったよ。早いよプランス、心が折れるのが早い。もうちょっと頑張ろう。え、まあまあせっかくここまで来たんだから。プランス人混みが苦手なんだね。うん、そうだね。行こうか。ほんとよく海水浴に来てくれたよ、ブランス。あ、来た。あー、いやでも今回は勉強パラメータを上げる必要がないので、恋愛成就にしとくか。プランスとの恋愛成就、相手はやっぱり、あ、そっか、相手選ぶ。まあプランスで、じゃあプランスとの、プランスともっと仲良くなれますように。これやっぱその好感度的なのが上がるのか。その願い叶えて死んぜよ。ありがとうございます、毎年ありがとうございます。叶いそうな気がした、よかったな、ランコ。はぁ、僕は疲れた。いや、ごめんねプランス。お疲れ様。でも来てはくれるんだよね。あれ、見てごらん、おみくじだよ、引いていこう。あ、おみくじ、あ、おみくじでテンションが上がっている。どうしようかな。いや、引きたまえよ。プランスのテンションが上がっているんだから。よし、今年は何枚大吉が出るだろう。どういう楽しみ方をしてるんだい。いや、プランス、おみくじのやり方間違ってない？いや、間違いとかないのかな、こういうものに。どれどれ、私の今年の。あ、すげえ、大吉だ。今年はいと、ああ、大吉初めて見た。あ、出るんだ、大吉。プランス、大吉が。プランスはどうだったかな。プランス、大吉が出たよ。うん、やっぱりこれは違う、間違ってる。あ、ちょっと、いいの出なかったのかい、プランス。どうしたのプランス、テンションが上がったり下がったり。末吉なんだ。あー、末吉、まあそうか。そっか、あー、でも末吉っていいんだよ。まあでもプランス的にはダメなのかな、やっぱり。そう、うん、よし、次のを開けてみよう。何枚も引いてる。いや、プランス、そんな10連ガチャ感覚でやっちゃダメだよ。え、まあでもプランスがいいならいいんだけどね。さあ、今年はいい年になるよ。ああ、大吉が引けたのかな。よかったね、プランス。うん、そうなるといいね。
やまあでもね、プランスがなるさ。僕とお正月を迎えられた君の1年は素晴らしいものになる。一富士二鷹三原四季かいということかい。こうして当たらスルーするな、ランコ。ちょいちょいプランスの発言をスルーするな。あ、でもよかった、プランスと初詣行けて楽しかった。トゥル、お失礼します。空いたお皿お下げします。カラオケか。あ、葉月様の。ちょっとそこの君、今見切れちゃったよ。ああ、おい、ちょっとランコ、おい、何やってんだ。え、ごめんなさい、私めちゃくちゃ邪魔してる撮影の。わあ、すいません、そいつ俺の連れです。来てる、本物が目の前で来てる。いや、あの、すごいかばってくれたのはありがたいんだけど、葉月様ちょっとせめて前を閉めてよ。よくその服で平然としてられるね。葉月くん、ごめんね。ありがとう。でもどうし。いや、こういうとこあるんだよな、ランコは。あー、ちょっと怒られてる。でも、まあ、仕事の邪魔しちゃったからな。お、そういえば理事長の誕生日出た。プレゼントどうしよう。いや、買いに行こう。理事長にプレゼント初じゃない。サラダ油詰め合わせ、ビジュアルバンド CD、 KTY 交響楽団 CD。 あー、どれだ。サラサラダ油は、でもこれお歳暮だよな。え、じゃあやっぱこれ消去法で交響楽団かな。サラダ油持ってくのおもろいけど。あ、理事長、誕生日おめでとうございます。おや、邪悪の王君、はい、どうしたんだね。てか普通に校内うろついてんだな、理事長。あの、これ誕生日のプレゼントです。はい、どうぞ。私にかな。いや、そりゃそうです。ほう、開けてみてもいいかな。なんで違う人の誕生日プレゼントを渡すんですか。はい、はい、これは嬉しいな。あー、やった、素晴らしいセンスで選んでくれたね。交響楽団 CD 好きなんだ。やはり私の見込んだ君だけのことはある。さすがだよ。あの、前半いらないです。今夜はいい夢が見られそうだよ。怖い、何それ。いや、怖い。いや、もうこれわざとだろ。いや、怖いですって。なんだかすごく感激してくれたみたい。よかった。いや、ランコもちょっと引いてるじゃん。いや、そんな。理事長マジで。よし、できた。ギリチョコあげるのは、あー、ギリチョコか。氷室先生は教員ボックス行きだしな。葉月様か理事長だけど。いや、でも理事長には一回ギリチョコあげたことあんだよな、前の週でね。ちょっと葉月様行ってみるか。葉月様で、じゃあ今年はちょっとギリチョコ葉月様で。葉月くん、なんだ。あ、ギリチョコです。はい、バレンタインのチョコ。どうも。うん、まあそんなもんだよな。で、高級チョコをじゃあ理事長に渡そうか。一回渡してみよう。うん、高級チョコはやっぱり理事長。はい、教員ボックス行きではないよな、理事長。おや、邪悪の王君、はい、どうかしたのかな。いや、だって確かギリチョコは普通に受け取ってたもんな。あの、これバレンタインのチョコレートです。はい、どうぞ。おや、ずいぶん豪勢だね。ありがとう、邪悪の王君。やっぱ普通に受け取った。そんな感じか。よかった、喜んでくれたみたい。まあ高級チョコなんて食い飽きてそうだけどね、理事長。で、手作りチョコをプランスに。はい、プランス。いや、邪悪王君、どうかしたの。いたね、バレンタインだよ。はい、バレンタインのチョコレート。何気に初めてだな、手作り。あれ、
手作りだね。ああ、やはり気づくんだね君は。頑張ったね、ご苦労様。わあ、ちゃんといただくよ。ああすごい、ファンサがしっかりしてらっしゃる。よかった、割とあのちゃんと頑張ったねって言ってくれるんだね。いっぱいチョコもらってる風だったけれども。てるん、ちょうどよかった、うん、ジャクノー君。理事長来た。なんすか。あ、理事長どうしたんですか。理事長イベント始まった。はい、今度の日曜日だが何か用事はあるかな。来たー、マジかよ。あー、いやなー、ないないですけど。ないです。それなら夜景を楽しみにスカイラウンジに行ってみないかな。いや、こんないや、ごめんなさい、これはちょっと断れないです。ゲーム実況者としてこれはスルーできないです、すいません。じゃあ決まりだな。マジ。じゃあ夜景見にスカイラウンジ行くの、理事長と。ああ楽しみにしているよ。いや、すげえな、マジで。やったー、理事長。ランコめっちゃ喜んでるけど。いや、ランコはノリノリなんだよなー、毎回。あ、もう早速だよ。いや、ときめも GS1 すごすぎるだろ。攻めすぎだよ、なにこれ。感じのやつがある。でもランコがそのスカイラウンジで恥をかかないようにちゃんとした格好で行きましょう。エレガントな服でね、ちゃんとした。ここだよ、ジャクノー君。あ、今日はよろしくお願いします。ごめんなさい、遅れちゃって。ランコ絶対待たすな、理事長相手でも。構わないよ、私も今着いたところだ。あ、そうなんですか。スカイラウンジ行きますか。じゃあ今日は私のためにおしゃれをしてくれたのかな。いや、スカイラウンジのためです。理事長のためじゃありません。え、この格好のことですか。スカイラウンジで浮かないための服装です。ああ、とても似合うね。君の魅力がよく出ている。つい見とれてしまったよ。頬を染めないでください。あと思っても言わないでください、見とれてしまったとか。もっとダンディーに構えていってください、せめて。なんだか照れちゃう。まんざらでもないランコ。いやー、ちょっとすごいな、もうここまででももうすごいな。落ち着いた、なかなかいい店だよ。あ、さ、入ろうか、ジャクノー君。はい、行きましょうか。じゃあスカイラウンジ、ここには仕事の後時々寄るんだ。なかなか気の利いた店だよ。めちゃくちゃガチな店だ。こんなとこに生徒連れてくんなよ、理事長。いやー、もう若い人には人気なさそうですね。ここの夜景綺麗ですね。高さ、うわ。いや、一番目面白すぎるけども言えないわ、こんな。怖くて言えない。うわー、どれだ。高そう。夜景綺麗。いや、でもやっぱ夜景見に来ようって言ってたから、これ夜景を褒めた方がいいんじゃない。ここは、ね、料理の値段とかよりも。焼き綺麗ですね。よかった、気に入ってもらえて嬉しいよ。はい、ありがとうございます。うん、いい感じだよね。よかった。いや、なんか緊張感あるわ。あ、
今日は誘ってくださってありがとうございます。楽しかったです。いやまあランコが楽しかったならいいか。いや良くないわ、良くない。そう言ってもらえると嬉しいよ。いや良くない。私も楽しかった。ランコが楽しかろうがこれは良くない。もうこんな時間だ、はい、家まで送るよ。お願いします。はい、ありがとうございます。いや理事長すげえなーマジで。いやこれはありがとうございます。わざわざうちまでありがとうございます。毎度リモを回してくれて構わないよ。はい、じゃあまた、はい、いやー理事長に今でもいやすごすぎるな理事長マジで。いろんな意味でいろんな意味で他のキャラとレベル違いすぎるだろ。すごいよこの人。